皇帝の和紙と小麦と剣が添えられたハーケンクロイツに、チトドと書かれた、ナチスドイツの食料農業省のロゴ1937年12月13日、ゴスラーの農業コミュニティの会議で、チトドと書かれたロゴの前で挨拶するリハルト・バルターダレ、併合したポーランドへの初期のドイツの植民地。植民のスローガンは、来非駅強せよ。地と土は、民族主義的なイデオロギーの一つで、 文化的な継承を意味する民族の、地と祖国を意味する、どの二つの要素に焦点を当てる。民衆と、彼らが住み耕す土地の関係を祝福し、地方の生活を美徳として高く評価する。地と土という標語自体はドイツ社会民主党のアウグスト、ピニヒが主張したのが始まりであり、人種差別主義やナショナルロマンティシズムを支持する部分があった。地方主義の文学が生み出され、 いくつかの社会的批判を受けた。このロマンチックな執着は、ナチスの台頭以前に普及した。ナチスドイツの台頭と、同時期に、リヒャルト・バルターダレがこの用語を普及させた。1930年、彼は、人土を基礎とした新しい貴族と呼ばれる本を書いて、体系的な優勢学政策を提案し、国家を蝕んでいるすべての問題への万能役とて、決闘を論じた。 誰は国家社会主義ドイツ労働者等の影響力のあるメンバーで都市部以外のドイツ全体に党の支持を拡大することに大きな貢献をした著名な人種理論家であった。ナチスは勢力の拡大に先立って支持層を都市部から田舎にも転換する必要があった。1933年のライヒセシュンロー地方は地とどの思想を採用しその目的を以下のように記している。 農耕共同体をドイツ民衆の地の源として保全する。選定された土地が父から年長の子に継承された土地と宣言されて抵当に入れたり上とすることはできず、ナチスが他の農民と差別化するために、そこの農民のみが農場の農民と呼ばれた。農村は不評の供給元であり、産業都市の民族のカオスとは異なり、ドイツ民族共同体ともみなされていた。 カール・シュミットは、抽象的な全世界の中で民族への忠誠心が真に求められるために、民衆は彼らの、地と土に対して、適切に法を開発すべき、と主張した。独立スロバキアのボイテフトゥカ首相は、地と土に共感した。1943年に、日本の厚生省が作成した、大和民族を中核とする、世界政策の検討は、 ナチスの国家社会主義の用語や概念からの引用や影響が多数見られる。ありがとうございます。